久保さん。久保さん。まあ、顧客代表が全てですよね。うん。だってビジネス、まあビジネスしていかないんだったら別ですけどね。で今回のテーマは、そうそう、iPhone のなんかニュースで、そのなんだっけな、通勤ラッシュちょっとなんか iPhone に出てくるニュース、なんか、ピックアップしてるニュースがね。そう、Twitter のトレンド入り、寿司詰め状態、通勤電車、 寿司詰め状態にあいぎの声。東京新聞。これちょっと iPhone 出てたんですけど、今ね、緊急事態宣言が発生されてるんだけども、まあなんだかんだ言って結局、あの、寿司詰め状態で通勤ラッシュに入ってるっていう,う、変わらないと。それがトレンドで発生してたらしいんですけども、まあどうですかね。まあ、久保さんと僕は通勤ラッシュっていうのが多分今後一生おそらく、 経験しないと思うんですね通勤ラッシュっていうのはだけどやっぱりその会社でしか働いて給料もらえないっていう生き方であるならばこれはね仕方がないんですよね結論言うと結論言うと仕方がないですでその会社によってはね IT 企業で一部の上場企業とか資本力があるとかねあのところは在宅ワークでリモートワークみたいな感じでできるかもしれないですけどできない会社がほぼなんですよ 実際のところ。まあ物作ってるとかなんかは、人、工場でね、人いないと生産ライン動かないとかね。だからその、なんだろうな。まあ無理なんですよ。だから、じゃあそこに対してどうしていくのかしかないんですよね。新しい施策、新しい準備、新しいことを挑戦していくしかなくて。だから、なんからそこに文句言ったところで仕方がないんですよ。まあ別に文句言いたい人は文句言えばいいと思うんですけど、 文句言っても何も変わらないですからね。だって、じゃあ会社全体の商品の内容を変えるのか、仕組みを変えるのかって結構、ウェイト高いですよ。うん。だから、ものを、ものを生産しているところがいきなり情報コンテンツ売るとかね。まあ、無理でしょうね、いきなりは。うーん。まあ、そもそも社員教育も必要だし、社員のあれも全部必要じゃないですか。なんで、会社を変えるより、自分を変えた方が早いってことですね。いってらっしゃい。